蘇る憧れの君その勇姿、塩辛節のグルーヴに乗せてやっていきましょう。オクト最終回かな今回。いやーちょっと前回さ、いや急にこのね心の中の3号線が始まってびっくりしたんですけど、とりあえずちょっと今回ねまた3号線やっていこうかと思います。いやーこれねコメント欄で3号はやばいからマジでサバサバ勝てないみたいに来て、いや見て来た、いや待って、マジで3号はマジでエイム練習もなるんでマジでいいですよみたいなされたんですが、来ました。うわ懐かしい。うち僕ね1回だけね3号と戦ったことあるんですけど、一旦これ3号がスペシャル使ってる時は逃げた方がいいっていうね攻略動画見たんですよ。 OK 終わりました。さあいいウェイウェイウェイが来た。なんかねこれでスーパーチェクチェかなんか使ってくるんだっけ、違うな、いや出てきた、やっぱスーパーチェク使ってきた。さあこれやばい、打ちます。やばい。うわこのさ、うわ紛れば強えな、やっぱり3、やばいこれちょっとね、うわこれアーマー割れたらダメなんだ、じゃアーマー割れたらもう死にます。さあ来ました、あっチェクチェク使ってきます。3号がスペシャル使う前にちょっともう入れたいですね。さあオッケー来た。いや足早にどんどん倒してみます。一旦塗るわ、まず塗ります。僕はどこ飛んでくると思うんでここら辺で待機します。あ来ました、来たね、よしよし。あまずバブ、あっちょっとスペシャル使う回数はじゃあまあ固定されてんのか、2回目のオッケーリスポーンだとバブル使ってくるのね。次何のスペシャル使ってくるんだろう。オッケー1回目はジェットパック、2回目はバブル、3回目は何だ。さあ来ました、いけ、オッケーわっ、仮のピッチャーじゃない、違うロボボンピッチャーかなと思ったけど、ロボットボンピッチャー使ってんのこいつ、やばい、ちょっと普通にやばい、いやーちょっと待って難しい、めちゃめちゃ難しい、楽しいな。オッケーまずこれ右に行ったら転ぶ、いや転ぶなった、これ普通に行ってきます。オッケー、よしよしいいよ、で一旦塗るわ、これちょっと全体的に塗るわ、3号がちょっとダウンしてる間に動きやすいようにちょっと塗るわ地面。さあ来ました、これサブ使える、あ僕もサブ使えるのか、オッケーでバブル使ってる間に僕は多分サブ、どっちが死ぬか、どっちが先に死ぬか、死にました。さあ皆さん2回戦バブルのね 3号を倒しました。で次多分ねあれだよ、ロボットのピッチャー使ってくるんで、ロボット部分にはちょっと警戒しつつ、いやこれ割れるんか今の着地、やばい、ちょっと一旦ちょっと逃げるわ、ロボットボム嫌だな、ちょっとオッケー、あーまあ回復した、よし行こう、どっちが先に倒されるか勝負だ、オッケー、やばいこれは普通にむずいぞ、ちょ回復する、相手が回復する前に倒したい、割とねオクトシューター射程長いから使いやすいな、よしオッケー3回目いきました、次4回目のダウン、お次何が来るんだっけ、忘れちゃったな、ちょ3号でもこれなんか2回戦の戦いなんで結構強くなって帰ってきたって感じなのかな、3号がやばい来ました、うわーでもこれ倒さないと金色のかんざし取れないんだろうな、これちょっと一旦逃げる、これさボム投げればいいんだっけ、あやばいあ普通にボム投げればいいっぽいわ、ボム投げるわ、アーマー割れたらこれ終わるんで、ちょっと割れないように気をつけていきます。さあうわマジか、あいやばいボムか、やばいボム投げます、オッケーで2個目投げます、やばいアーマー切れたらマジで終わるから、やマジ逃げる、全力に逃げる、アーマー切れたら全力に逃げましょう、来た、やばい着地オッケー来た、ちょっとボムうわ来た、着地連続着地、それ連続着地で技だったな、やべ難しい、もう当たり一面塗られまくってんじゃん、待てよ、いきます、はいやばいちょっとこれなんかピンチになったら着地使うのちょっと賢いが、これちょっとやられそうな気がする、やられやばいな、いやみんな来た、これめちゃめちゃ強い、これ多分ラスト3号来てます、これどうしようかな、やばい3号多分、いやスペシャル使ってくるか、いや違うな、あ来たこの間スーパーチェック使ってる間にちょっと僕周り塗ります、いってやべえ割れたやばい、これマジで死ぬ、いやみんなやばい、マジでやばい、めちゃめちゃ塗られてる3号に、はいあクリいけるか、いけます、やべえ、うわこれは厳しい、これは、いやこれ3号ギリギリになるとねスーパー着地使うのすごくせこいというかうまいんだよなー、これこれね、これ壁うまく、もうね今ねもう3号からね逃げてる、もう3号とね鬼ごっこしてます今、ちょどうしようまして、もうどうしよう、こう壁越し、オッケー、いやこれはちょっとやばい、一旦避ける、一旦逃げ、やべ、いや割れるな、割れたらマジで終わる、割れ、あ終わる、終わります
いやみんなやばい、マジでやばい、めちゃめちゃ塗られてる3号に。はいはいはい、送りきるか、いきます。やばい、うわこれは厳しい、これは、うわこれ3号ギリギリになるとね、スーパー着地使うのすごくせこいというか、うまいんだよなこれ。これね、これ壁うまく、もうね、今ね、もう3号からね、逃げてる。もう3号とね、鬼ごっこしてます、今。ちょ、どうしよう。まして。もうどうしよう、こう壁越し。オッケー。いや、これはちょっとやばい。一旦避ける。一旦逃げ。やべ。いや、壊れるな。壊れたらマジで終わる。終わる。終わりまーす。いやーこれつらかったな。これもう30分くらいやってましたよ、これ。僕めっちゃ下手くそだったけど、もう最後のあのね、スーパー着地3連発の3号がめっちゃむずかったね。いやー、心の中のヒーローを倒したぞ。真の生かしたタコになった気がする。いやー、金の爪楊枝か。たこ焼きはこれ刺さってんのか、かんざしじゃなくて頭に刺して自慢しよう。いやこれは、いやこれはめちゃめちゃ難しいよ。これめっちゃ難しかったね。マジで難しかったこれ。こんなところにね、あった、お、調べる？え、あ、待って、あ、もう一回調べたらさ、3号のとこに行けるってこと？やっぱそうだわ。え、ちょっとダメ、ちょっとやめて、やっぱちょ。いや、いい、もうやりたくないです。いや、でも、3号の最初、スーパー着地連発で使わない3号は、3号以外は、楽々倒せるようになったんで、まあ、割とうまくなったというか、めちゃめちゃエイム練習になるね。ツイッターとかでさ、みんなさ、いや、3号はエイム練習になります、みたいなこと見てて、あ、エイム練習になるんだ、そうなんだ、みたいな思ってたんだけど、いや、これは、めちゃむずだったね。いや、心の中の3号を倒したんですけども、実はね、心の中の3号の他にもね、いろいろあるんですよ。ここね、思い出す。なんかぶっ壊れてるんだけど、ここでね、あの激しかった戦いを思い出すと、あの日見た夕焼けの色を思い出すっていう2つのね、選択肢が出てくるんですけど、あの激しかった戦いを思い出すっていうやつは、この駅からね、まあ、出る、まあ、ストーリーが見れます。まあ、これはストーリーモードだね。あの次、色のダンジョン、なんていうの、ステージで遊ぶことができます。で、あの日見た夕焼けってのは、まあ、エンドロール、作ってくれた人が流れる画面を見ることができるので、まあ、別に今回はね、ここやらなくていいかな。だから次回、その、結構もう動画時間長くなっちゃうんで、あの激しかった思い出すのは、まあ、次回やっていこうかなと思います。ということで、今回この辺しようかな。いやー、あとどれくらいかな、もうあとパート2くらいで終わっちゃうんじゃないかな。いやー、ちょっと寂しくなってきたね。ちなみにね、心の中の3号じゃなくて3号3号があの激しかった戦いで登場します。という次回お楽しみに。それではね、この動画が良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ということでまた見てください。それでは、バイバイ。